ラスの一斉になります。これからしばらくの間ですが、司会進行は私、東海ラジオ放送アナウンサー大沢博でございます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。たくさんの拍手ありがとうございます。これから出てくる人には皆さん、もっと大きな拍手で迎えてあげてください。この後登場しますのは、東海ラジオ東海テレビ放送解説者の鈴木孝正さんです。私から鈴木さんご紹介させていただきますと、鈴木さんは1973年から89年までドラゴンズに在籍し、17年間で586試合に登板、124勝96セーブ、70年代は抑えの切り札として活躍。1976年の最優秀防御率をはじめ、最多セーブを1度、そして最優秀救援投手賞を2度賞されています。80年代には主に先発として活躍、84年には16勝を挙げ、カムバック賞を受賞されています。現在は先ほどご紹介したように、東海ラジオ放送、そして東海テレビ放送で野球解説者としてご活躍されていらっしゃいます。それでは皆さん、拍手の準備よろしいでしょうか。盛大な拍手で迎えてください。鈴木孝正さんです。では皆さん、もう一度改めてご紹介いたします。鈴木孝正さんです。今日はまあゴールデンウィークのちょうど真ん中朝になるんですが、本当に素晴らしい天気で、気温も28度29度まで上がりそうということで、絶好の行楽日和になりましたね。今日何の日？今日は何の日ですか？今日何の日ですかね。明日は緑の日、明後日は子供の日、6日は、あ、そうなんだ。国民の休日っていう名前がついてるでしょ、ね、まあどうでもいいですけど、皆さんゆっくり休んでください。さて、鈴木さんはもう高校を卒業してすぐプロに入られたわけですから、あまりゴールデンウィークのお休みの思い出ってないような気がするんですけど、何かありますか？だって、皆さんがお休みの日は稼ぎ時って言うとおかしいですけど、これはもうゲームやらないと大変なことになりますよね。だから夏休みもないし、どうでしょう、子供は小さい頃ね、海水浴っていうのは行ったことなかったですね。その家族連れのね、夏休みがないから、ね、だから知り合いに頼んで子供たちは海へ行ったりなんかしましたけどね、僕は行ったことなかったです。お子さんにしてみればちょっとね、なんか寂しいなって思いもあったのかもしれませんね。だからお父さんが野球の選手でいいななんて思われると思いますけど、結構小さな犠牲はいっぱいあったってことですね。でも今日こうやっても多分チケット取るのも今日大変だったんじゃないですか。で、今日は中日阪神戦、首位攻防の一戦ですから、こうやってね、親御さんに連れてきてもらえたお子さんは幸せですよね。チケット取るのも大変だったし、今日ここでこうやって話を聞くのも汗って大変だから、ね、そうですよね、皆さん頭にタオルをしたりしますもんね。手取り早く楽しい時間をパッと過ごしましょう。さて、鈴木さん、野球の話に移りますけれども、はい、今シーズンドラゴンズ、ここまで貯金8、現在首位タイガースと 1.5 ゲーム差なんですが、鈴木さんはどんな風にご覧になってここまでいますか？で、私は本当のことを言うと、ジャイアンツがもうちょっとこうそれなりに飛ばしてくるんじゃないかなと思ってましたけど、悪いけど阪神は意外だったですね。はい、水溜りになるのは大体分かってましたけどね、阪神がこれだけいいスタートを切るとは思いませんでした。だから帰って何その白熱して面白いんじゃない。今日からの3連戦もおそらくしのぎ合いっていうかね、接戦が続くと思うし、ね、皆さんの応援のあれによってきっとゲームは動くと思いますからね。この3つはそんな気がしますよ。でも今日ここにいらっしゃっている皆さんも、おそらくタイガースがこんなに強いと思っていなかった人、拍手を。強いと思っていなかったらこんなに拍手されるって、ね、まさかちょっとジャイアンツと中日かなっていうふうに思っていたんですが、ちょっとね、タイガースここまで。タイガースファンの方ですね、本当にいいスタート切りましたね。先発ピッチャーがちょっと足りないと思ってたんですよ。そしたらでしょ、岩田とかね、杉山とか若い人もポンと出てくるしね、はい、これはもうドラゴンズと一緒ですよね。非常にいい形になってますね。阪神ファンに非常になんか気を使って喋れなきゃいけないから、この中に一人しかいらっしゃらないんですが、
阪神がね、名古屋弁でありがとうございます。まあそれ、あの甲子園行ってもう一つ頑張ってほしいなと思いますね。あ、中日合わせてる。なるほどね、目立ってますね。どっちかって言ったら俺より目立ってますね。よくこれだけドラゴンズファンの真ん中であれだけ言えるなと思いますが。でもまあ結果は出るし、ね、今日、明日、明後日と結果は出ますから、ね、もういいですか。これくらいでいいでしょう。はい、もういいみたいですけども。さて鈴木さん、ドラゴンズなんですが、まあ、ここまで本当に順調に戦ってきたなという感じになりますね。まあ予想通りというか安定した戦いぶりですよね。それで今貯金が17勝9敗で8つです。8つあるわけでしょ、はい、でゲーム数がまだ30いってないでしょ、はい、で30試合やってどうでしょう、5つか6つあればいいかなっていう感じだったんですよね。それが今8つあるんですから、はい、それは阪神との 1.5 ゲーム差ってのはないと一緒と思ってくれればいいし、ね、もう本当に順調ですよ。順調だし、なんか選手のなんか層を見ても先発グループに入ってもなかなか番が回ってこないなというね、なんかいい状態になってますよね。そうですね。今日の先発は誰でしょうかね。朝倉だと思う人、拍手をお願いします。小笠原だと思う人、やっぱり中日スポーツの影響力はすごいですね。多分皆さん中日スポーツ呼ばれたんだと思います。阪神は誰かな。あれ、さっきのおじさんどっか行っちゃったな。もういないじゃないですか。言うだけ言ったらだって言いたくて終わったみたいですけども、まあ、タイガースは安藤ですね。これは今日は、はい、ドラゴンズの方が順番でいくと朝倉でしょ、はい、ね、でも今日の中スボによると小笠原になってますね、私は朝倉だと思いますよ。だと思う、まあ、これはあとね数分後に分かりますけどだと思います。なぜかっつったら、はい、朝倉はあんまり開けちゃいけないです、登板間隔も、うん、順番でいくと今日でしょ、で今日投げないと3日空いちゃいますよ。明日が吉見になりますね、明後日が長田、長田、長田、そこで朝倉という声が、俺朝って思わされてもいいんじゃないかなってね。こんな先発ピッチャーでどうのこうの時間潰していいですか。マニアックな展開になってきますよ。だから朝倉はね、あんまり日にち上げちゃいけないなって思うから今日予定通り投げた方がいいんじゃないかなと思いますね、私はね。というふうに鈴木さんが思っていらっしゃいますが、いずれにしてももうあと 4,50 分もすれば、うん、でもね、先発ピッチャーわかりますから。でもタイガースの今練習見ると結構主力のバッターに左ピッチャーを出してるよね。だから阪神側は左を小笠原が先発じゃないかと読んでるんですね。今日のゲームの小さな楽しみですよね。左が出るか右が出るかっていうのはね、答えはもうすぐ分かりますから、はい、さて鈴木さんがですね、開幕からここまでご覧になってピッチャーとバッターと一人ずつ注目している選手を挙げていただきたいんです。ピッチャーだと誰ですか。一人ずつ、はい、これ吉見はもうずっと去年一昨年ぐらいから目をつけてたというか、はい、マークしてましたから。あ、そうですか。だから今年一応ブレイクという形になってますけどね、はい、今のところね、全然俺から言わせたらもう不思議じゃないです。当然だと、このくらいやっても普通です、はい、やっと来たかっていう感じですね。だから個人的には吉見はこれからどれくらい勝てるかですね、まではっきり言ってね、はい、それとそのシーズン通してローテーションに入って入れるか、責任ある仕事ができるかどうか、これは大きな注目ですね、はいはい、一方の野手なんです。野手、はい、野手はキャンプ休んでた森野が一番いいですね。何のためにキャンプやってきたんだっていう話になりますけど、ね、森野休んだわけじゃないんですけどね、いきなり怪我をしてしまってキャンプというキャンプをやっていない、でやってないとどうしてもこの体力的にね、はい、どうかなっていう心配があるわけです。これは昔からそうなんです。でもいいスタートを切ってるし乗ってるし、ね、で皆さんの期待に大きく応えてるし、はい、ね、森野でしょうね、やっぱりね、なんか荒木と岩田って言いたいんだけど、はい、まあ、森野でしょう。ちょっとあの打線が最近あんま打ててないかなっていう感じにもなってます、ね、点が取れませんよね、点が取れませんけど、別にみんな見てて何、今ドラゴンズの打線がスランプに陥ってるなんて思わないし。